初めてのミルクあげだね。ダスコは慣れてるよ。ママが出たら初めてのミルクあげを実践します。抱っこしてね、あやしててくれたんだよね。素晴らしい、さすがお姉ちゃん。初日からお姉ちゃん爆発だね。すごい。お、飲んでる？飲んでる。いいね。お姉ちゃんからのミルクでイエース。上手だね、かおちゃん。かおもさ、どこでそんな身につけたの？なんか普通にこの子は偉い。本当にさ、可愛いんです。上手だね、もうお母さんだね。さっき黒っぽいの履いたんで。そう心配。黒っぽかったよね、本当に。うん、苦しそうではないもんね。うん、様子おかしかったらすぐに病院に。すぐ電話する。首のところ耐えちゃうからね。そうそう、首に慣れて、首がね、結構失神できちゃったりするからね。もうお母さんみたいな姉ちゃんと。片手で持って、片手で拭いてる。素晴らしい。あんな赤ちゃんの扱い方ってさ、最終的に雑になってくるから大丈夫だよ。加減が分かるようになってくるよ。もうちょっと話さないで集中してるから。なんだ、お、飲んだ。30だからまだ足りないね。これでね、月光出さなきゃいけないんだよ。あ、そうそうそう、これくらいでね、出せるんだよ。背中トントンして出せた。あ、したね、今。上手だったね。もう上手だ。じゃあ、追加持ってきますね。お姉ちゃんと待っててください。大丈夫だよ。うん、大丈夫。冷ましたから大丈夫。はい、追加ミルクです。最初はね、母乳だったので。あ、かわいい。次はミルクです。混合です。母乳はもともと最初はね、吸わせてたんだけど、力強くて、もうほんととにかく今痛いので、修復中で搾乳してます。牛乳みたいにね。なんでさ、ゲップさせなきゃいけないの？ゲップ出さないと、途中で吐いちゃったりするの、寝かしちゃうとそのまま。結構ね、吐くからね、ゲップ出したいって。なんか時々固まらね。あとはね、眠くて途中で寝ちゃったりするから、そういう時にね、ちょっと哺乳瓶揺らしたり、お口こうやって触ったりする。ママは顔負けです。誰に言ったんだろう。大変じゃない？楽しい？全然大変じゃないし、超軽いしさ。超軽い。えらい。ここにね、タオルガーゼ引いとくといいよ。早く出たりするから。タオルが出るのか。出ない。ちょっとまだ扱いない。あ、出た。もう出た。うん、出た。怖い。出てるか。飲む？上手だ。すごく上手だね。もう眠くなっちゃいそうだね。眠くなっちゃいそうだね。もう結構寝てたけどね。このミルクが自分で持てるようになるのかな。おー、幸せですね。これ終わったら、ゲップして、おやすみだよ。おやすみだね。えらいえらい。ミルクを飲ませて、ゲップして、置いてくれました。いい子だね。うん、かわいい。寝かしまでやってくれましたね。ここに置きましたよ、私。オルゴールつけてあげたらいい。すやすや目にしてます。かおちゃん素晴らしいよ。上手でした。